こんばんは。新年明けましておめでとうございます。今年も今夜もスナック稽古をよろしくお願いします。今日は素敵なゲスト2人にお越しいただいております。こちら、しげじさん、しげじさんが、セッションイベントプロデューサーの片場見しげじさんです。はい、よろしくお願いします。そして今日初登場、ギタリストの吉田ヨッピーさん。吉田ヨッピーさんって言っていいんですか？ヘタリストと本人言っておりますが、よろしくお願いします。今日はもう今ギターをちょっと弾いていただいてるんですけれども、途中ちょっとミニライブなんかを挟みまして、今日は完全フリートークなんです。いつも動画を撮って私が飲んでたりする時の動画を流しているんですけど、今日は完全フリートークということで初めてなので、私もちょっと緊張しております。はい、そう、50分で喋り続けて放送事故のないようにやりたいと思いますが、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあヨッピーさん、そのボードも撮ってもらっていいですか？はい、はい、本日もコロナ対策について、50分に1回換気を行い、こちらのお部屋すべて除菌していただいて、はい、ちゃんと換気もしているのでご安心くださいということでやらせていただいております。そしてそちらをちょっと、はい、ありがとうございます。2枚大丈夫です。あ、で、今しげじさんの前にも出てるんですけども、ツイッターでご意見ご感想などご質問などお寄せいただければ、すぐにスタッフの人が、私たちに届けてくれて、その場でお答えして会話することができますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。私の FM というツイッターにお願いします。はい、で最後にですね、私からは、お願いです。番組応援の会というので、1年間で1万円ですね。はい、それでこう会員になることができます。で、番組応援の会に入っていただくと、スタッフルームからの見学ですね、今向かいにスタッフルームがあるんですけども、そこから見学をしていただいたりとか、テレビ電話出演で、あなたも番組に参加することができます。今日はしげじさんとよぴーさんに参加していただいてます。で、詳しくは鳥越あずり FM さんのホームページからよろしくお願いします。実は今一人みやちゃんがスポンサーになってくださった、うん、はい、そうなんですよ。はい、はい、なのでみやちゃんもどんどん出ていただければと思ってます。今日はね、みんなありがとうございます。みんな今日はお酒あんまり飲まない、しげじさん飲まないし、ヨッピーさん今日お酒飲み終わっちゃった。飲みます？いいの？いいよ、1本、1本。じゃあ、はい、はい、ね、この番組はね、はい、飲みながらできるので、ね、せっかくなので、はい、これ映像っていうのは FM ラジオだから、本来だったら音だけでしょ。これはラジオというよりインターネットテレビで、トリコヤツーリ FM さんで検索すると、はい、見られます。で、私もFacebook とかでそれ出しているので、このままでいいんじゃない？そのままでじゃあ、いいよね、はい、やっちゃいます。はい、袋の飲み会みたいな感じ、うん、そうそう、家の飲み会みたいな感じで。じゃあ、はい、今日新年初めてでしたっけ？今日新年初めてですね。新年のご挨拶、はい、今年もよろしくよろしくお願いしますということで、はい、では皆さん乾杯、よろしくお願いします。ちょっとこれも分配して、はい、ラジオ番組というよりも今日は何だろう、飲み会みたいな感じで、まあ、今日も飲み会みたいな感じで、2人とも昨日もうね、私の新年会にも来ていただいて、ベロベロになって、はい、入れなかったよそう、ヨッピーさんはちょっとごめん、間違えたすいません、すいません、そう、これね、こうやって使おうと思ってた。あ、そうなんだ。そうそう、これごめんなさい、失礼しました。いきなり、そうそう、今日もね、しょっぱくなっちゃった。楽しかったね。うん、楽しかったですね。ちょっとお店怪しげだったんですけどそう、歌舞伎町にあるところで、あれ楽しんでるね。うん、これが大丈夫。うん、人がやっぱ多いね。うん、人が多いですね。うん、
だちと。でもなんかね、昔に比べたら新宿の街が年齢層がなんか若くなったような気がする。あ、そうですか。あの、いわゆる東横って言われてるところかな、うん、あの昔の歌舞伎町の広場のところはもう本当にもう若い中学生みたいな子とか高校生みたいな子がたくさんいて、うん、はい、これは何この入れてね、こう自分の食べる分を入れて帰って、久しぶりにね、新宿行ってましたけど、はい、新宿はね、とってもらって大都会でしたね。ここに入れちゃう、うん、あ、いいですか、それで、ま、はい、40数年ぶり、あのディスコ、うん、ディスコ、うん、昔そう、あの辺にね、歌舞伎町のアンビドカルのところにね、懐かしいなと思って、今はクラブって言うんだろうけど、昔は、うん、我々の世代ではディスコって言って踊れるね、若者が集まって踊るようなところ、うん、私も実はまだ行ったことないです、うん、本当、うん、ね、そういうのがあって、うん、結構やっぱりね、高校生、大学生ぐらいが集まってね、うん、楽しい場所でしたね、うん、あの時も朝帰りだった私はね、うん、あそこの行ったあの辺りでね、カントリー&ウエスタンのね、アメリカのステーキハウスみたいなライブハウスがあって、そこで若い時にね、カントリーのバンドやってましてね、うん、毎月ねそこにね出演してたんですよ、うん、地下のね、ウィッシュボーンっていうね、うん、ライブハウスだったんだけれども、はい、そこでね、カントリー、はい、カントリーウエスタンやってましたけど、今ね、カントリー&ウエスタンなんていうのはあんまりね、やる人いないし、代表曲はどうなんですか？あのね、我々がやってたのは、うん、昔ね、フォークソングっていうのが流行ってね、うん、ブラザーズ4っていうのとか、うん、それからピーター・ポール&マリー、それからキングストントリオ、それ大体まあ3大、うん、フォークグループかな、うん、PPM っていうのは真ん中に女の子がいて、うん、有名な曲だとパフとか、あ、はい、知ってる、知ってます、知ってます、うん、それから500マイル、あ、それも多分聞いてる、うん、それから、花はどこへ行った、夜に咲く花は、あとは、うん、と風に吹かれて、これは多分カウメニローズマスターマン、やっぱこれはあの、うん、ボブディアンっていう有名なフォークギタリストがやったんで、すごくそういう有名な曲、うん、やってるバンドがあってね、うん、で当時はやっぱりそのビートルズの直前ぐらいかな、ビートルズの直前ぐらいはそういうフォークの、アメリカンフォークが流行ってて、そういうバンドが結構ね、やってましたね。いろいろ、あの日本のフォークとはちょっと違うんですね。違うね、うん、日本のフォークはなんかさ、日本のフォークってさ、なんていうのかな、暗いこと、私のイメージは神田川のイメージがあるから、そうね、あのいい曲なんだけどもね、うん、やっぱちょっと暗い曲が多いよね、社会性ね、そう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 、テレビもね、うん、結構ああいう、なんだろう、運動する時期ね、学生がよく、そう、当時はそうだ、あの学生運動っていうのがあって、運動の時代が、今のフォーク前線に、今の子は分かんないと思うけど、そうそうそう、60年安保とかね、うん、安保反対っていうね、なんだかよく分かんない、安保って何なんだろうって思ったけど、安全保障そうだね、日本とアメリカのね、うん、あ、本当にそれです、保障関係、本当にそれ、うん、それで学生運動がすごくあってね、安保反対って違うねフォークって大体そういう時代でしたね、うん、で我々がまあ、私も中学生ぐらいから始めたんだけれども、なんだろうな、やっぱりグループサウンズかな、あ、グループサウンズ、うん、GS、 そう、 GS っていうね、ガソリンスタンドじゃない、多分どうだろう、これ見てるあの鉄板ネタ、ラジオは何だろう、視聴者じゃなくて、テレビだと視聴者だけど、ラジオだと なんていうの、うん、これもね、あのテレビみたいなので、視聴者画面が出てるんです、うんうん、視聴者見てる方は年齢層がね、うん、高ければ、うん、うん、ヘルメットかぶって、ね、うん、そういう時代のことを知ってるんじゃないかな、グループ GS なんかも多分知ってるんじゃないかな、有名なところだとタイガース、うん、テンプターズ、あ、はい、うん、スパイダース、うん、それからブルーコメッツ、うん、いろいろありましたね、そういうのが、うん、でもあんまり長い時間、4、5年かな、うん、それくらいだったんですか、それで終わっちゃったんだけども、ね、サイクルがやっぱ早いですね、音楽の、うん、ビンキーとキラーズもちょっと後から来てビンキーとキラーズか、でそっからちょっとあれですよね、あの2、3年経ってからあの、うん、野口五郎とか、あー、郷ひろみ、御三家ね、うん、でもあれは新御三家って言われて、そうそう、新御三家、ね、その昔は、西郷輝彦、西郷輝彦、船木和夫、船木和夫、よく知ってるね、だいぶ前じゃないですか、板明、板明か、うん、でプラス橋幸夫か、橋幸夫、あ、そうだ、橋幸夫の方でしょ、でもね、御三家って言ったって三田明だった、うん、で新御三家が、うん、野口五郎、郷ひろみ、西城秀樹だ、うん、あ、だね、うん、はい、うん、っていうね、そっから、そう、
小柳ルミ子が出てきた、うん、いいのそんなフリー時代の話をしてて、全然いいです。あの私 の、ね、あの視聴者層が大体あの一番若い人は10代ぐらいからいて、で60代ぐらいまでで、多いのはやっぱりね40代から60代ぐらいの層っていうのが分かってるんですよ。だから全然大丈夫。そうなんだ、うん、じゃあ大丈夫だね、うん、僕は小学校 4,5 年だったね、確か 4,5 年、 GS の時はまだ小学校1年の時、うん、あ、そうなんだ、うん、あのお姉ちゃんがいたので、うん、お姉ちゃんがよく10歳離れてるお姉ちゃんがいて、だからそういう影響があって、うん、そうか、そうやってみればうち兄貴が4つ離れた兄貴がいて、うん、実はグループサンズやってたんですよね。しげじさんは何番目、どこ上から、うん、兄貴と兄貴がいる、うん、それから弟2人、だから昔はね、うん、兄弟多かったもんね、うん、5人、うん、そうですね、5人兄弟、うん、そう昔はね、うん、5人ぐらい当たり前で、今ね5人なんてなかなかいないよね、うん、なかなかね、はい、昔はもう5人ぐらいもう普通っていう感じでさ、うん、まあせいぜい2人か3人でしょ、多くて3人いたら多いねっていう感じだからね、6人いてもさ、うん、1人帰ってこなくても分かんない、分かんないとかさ時代が ね、 ね、そういうこの近いってくるだろうみたいな奔放な時代ですね、そう、ご飯はみんなでね食卓囲んで、うん、あ、そう、今はほらお皿各自で、ね、1人ずつなんていう感じだけど、うん、昔は大きいお皿にたくさん持ったって用意どんで、うん、5人いるとね、あの取り合い、そうだから食べるのが早くなっちゃうの、すごく、うん、すごい取り合いになっちゃう、ね、だからご飯を食べるのが、食事するのが早い人は兄弟多いんだなと、ゆっくり食べる人は取られないし心配がないから、うん、ね、ゆっくりのが、うんうん、食べるのが遅い、そうそうそう、うん、兄貴、3つ上の兄貴によくいじめられた、うん、あ、そう、ね、でもヨッピーさん何人兄弟、3人なんですよ、で10歳離れてるお姉ちゃんいただいて、うん、お姉ちゃんがいつも助けてくれるよ、うん、優しいお姉ちゃん、うん、いつもくっついて歩いてたからさ、うんうんうん、だからあれか、ちょっとあの女の人とも仲良く、ね、うん、こう友達関係で、うん、そう、もう2つ上にお姉ちゃんがいて、うん、いつも仲良くしてくれて、うん、遊んでくれて、うん、だから全然女性恐怖症にならないよね、うん、ですよね、むしろ、むしろ女性大好き、うん、で、結構俺女性苦手です、え、嘘だツーショットいっぱい見てますけど証拠が上がってますけどアルコールも苦手、うん、昨日帰れなくなってますけどあれですね、奥さんには見せない方がいい。まあ、言大丈夫大丈夫。あのこれ2週間後 YouTube になるんで、あの ずっとあの、ね、黒歴史、歴史にはならないと思うんですけど。恵子ちゃん歌はいつぐらいから始めたの？私は大体その一番最初に覚えたっていうか歌った歌っていうのは。一番初めは何だろうな、私。もめちゃんよりは前だよね。いや。後です。もめちゃん後です、うん。だから中森明菜とか好きでした。でもね、そう、一番最初にレコードですよ、うん、まだレコードで買ったのが、うん、あのチェッカーズ、もうチェッカーズ、チェッカーズ、涙のリクエスト、あ、そう、そんなところです、うん、確か俺ちょっかいず、ちょっかいず最後のリクエなっちゃね、すごいですね、すぐ弾けてすごい、そうかな、うん、すごい、やっぱりあの今日はほらギタリストのヨッピさんもいるからね、うんうん、2人でギタリストって この曲あ懐かしいなっていう、うん、なんか桃井ちゃんの曲とか、うん、なんかあったら言ってくれたら、うん、もうギタリストのヨッピさんすぐ弾けますから、うん、桃井ちゃんはちょっと お姉さんで、うん、あのそっか、アキナちゃんとかよりもお姉さん、そうだよね、そう、うん、でそれで私大人になってから帰って聞くようになって、うん、これライブとかでやったらいいかなとか思って、うんうん、そんな感じで知りました。さよならのさよならの向こう側はやっぱりあのライブの最後とかに歌うといいかなとか思って覚えて、あ、ね、そう、あの曲ってさ6分ぐらいあるんだよね、長い、長い、うん、感想とイントロが、うん、だから相当聞かせる、うん、あの、そうそう、あれがないとね、うん、途中でみんなね、うん、飽きちゃってね、話始まっちゃうから、ね、うん、あ、それ悲しいですね。我々ライブやって一番感じるのは、静かな曲をやった時にざわつくかざわつかないかで、
その人の実力、うん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 、ざわつかなかったら相当うまい。いわゆるざわつかないですね、俺の場合は。何うるさいのしかやらないからざわつかせないみたいなね。もう音で、もうでかい音出して絶対に声聞こえないね。そうだね、うん、あとはさ、洋楽とかもやるよね。洋楽もやりますね。で、好きなのはボッサとか。あ、ボッサ好き、聴くのが好きで、なかなか自分で歌える曲ないんですけど、ね、最近フライミーとか歌えるよね。フライミーとかイパネマとかね、最近あのそこら辺を歌えるように。でフライミーとか歌ってみる。フライミーやりますか。あんまり。あ、そっか、準備がいるんだね。あんまり ね、こう酔う前に。そうだね、酔う前に歌ってきます。そう、やっぱりあんまり女性ボーカリストだけどボサノバ好きだから小道具持ってんだよね。小道具も、はい、そうです、そうです。小道具出す？出しますよ、出しますよ。せっかくお菓子をちょっと片付けて、はい、小道具をね、片付けて出しましょうね。で、今日はね、普段そのなんだろう、さよならっていうけいこちゃんのあの、オリジナル曲がね、バックでかかってるから皆さん聞いてるでしょうけど、けいこちゃんが実はどんな歌を歌ってるのかっていうのは多分、ね、ライブとかでね、そう、ライブでどんな歌を歌ってるかってね、はい、だから今日はちょっとね、けいこちゃんにその歌ってもらって皆さんに聞いていただいて、はいはい、ぜひ実際のライブにも足をお運びいただければと思います。はい、足にも仕込みます、ね、大切。大変すごいよね、それね、リズム。今度ほら首振りながらなんかついちゃうけど首が鳴るじゃない、なんか行くよ。あ、またそうか、準備だね、足につけるんだね。あ、そうか、足タンバリン。そうか、足でこうリズムを取ってタンバリンを、はい、取りながらね、うん、ボーカルマイクじゃないんで。いや、だいぶ恵子さんクラス の、ね、歌うまだったらね、はい、ボーカルマイクなんて必要ないですよね。まずは水いっぱい飲んで、はい、どう、あのこれほら、ナンバちゃん緊張するかな。うん、ちょっと ね、あの黒歴史にしたくないですね。ね、本当のライブじゃないからね、完璧にできなくてもね、やってみますね、はい。Another one, please be true. Another one.
どうですか歌ってみて。歌ってみて、うんうん、いいです ね、やっぱり、うん、ね、恵子ちゃんもね結構ライブやってますからね、ぜひね、ご視聴の皆さんもね恵子ちゃんのライブ、はい、見に来ていただければね。今年から、はい、またライブやりますよ、はいはい、そうだね、今年はやるってね、はい、そう今年はね、やりますよ、私もね裏方でね、できることはね協力させていただこうかなと思ってやってますけれども、はいはい、去年しげじさんと初めてキックスっていう2人のユニットあ、ありましたね、はい、うん、12月30日にお披露目して、ね、また今年も、はい、ね、どこかでまたやると、はい、私が伴奏して恵子さんが歌うっていう、はい、まあ、いわゆるアンプラグドアコースティックですね、うん、ギター1本で、あとは恵子ちゃんのこういうパーカッション的なこういう、はい、これね難しいんですよ、これ意外と、これ中にお米が入ってるんですよ結構これでなかなか難しい、うん、そこに入れてくれっていうのまだ入れてくれないのあバンドキックス一緒に、そう、キックス、リーズ、あ、プラスワンだね、リーズワン、うん、後ろの方でいいですかな、はい、ね、うん、今昭和の話をしてボサロバの話をして、うん、はい、男性なんか川恵子さんはどういう、やっぱり視聴者の方興味あると思うんで、川恵子さんがどういう男性が興味があるかっていう、はい、あ、ね、これドキドキ好きな男性のタイプ、うん、タイプ、あ、好きな男性のタイプはもう一途な人、うん、一途な人が好きです。お酒が強い人、お酒はあ、何、公共の場であれですか、アタックナンバーワン恵子さんに、いいな、そうか、恵子さん、うん、あれですよ、競争率多分高いと思いますよ、はい、前日が、で、な、一途な人か、一途な人っていうのは例えばどういうこと、自分のことをずっと見てくれてる、そうそう、自分だけの人で浮気 しない人が好きです、当然です、当然、そこが、そこが一番、そっか、うん、で、一緒にお酒を飲んでくれる、お酒もね、飲める人がいいですね、できれば寝酒でちょっと、うん、よ、四合瓶一本ぐらい軽かったそう、家で、家でとか、そう、寝れないからって言って、ちょっと四合瓶一本軽かけちゃうという、そのぐらいの、うん、そのぐらいレベルじゃないとね、私なんかお酒飲むなって、今日だってお酒じゃなくてお茶飲んでますからね。結構だって言うと、朝まで寝かしてくんねえから、そうなの、え、大人の時間、え、放送、放送大丈夫、え、それ大丈夫ですか、放送、朝まで寝かしてくれないぐらい、お酒を飲んで、ね、酔っ払ってる、うん、酔っ払って全然酔っ払ってない、全然、うん、一途な人か、ルックス的には、じゃあ芸能人で言ったら、うん、よくあるじゃん、芸能人で言ったら、あ、芸能人か、私そんなになんか顔全然、そのまんま東さんとか、あ、いや、そのまんま東さんは全然こだわりないとか言ってね、うるさいやつ、ね、あ、そうだな、あんまりうるさすぎる男性は、うん、ちょっとね、うん、そうそう、程よいぐらいで、うん、無口な人もダメだけど、うん、程よく喋ってくれる人、そうか、うん、誰がいいかな、芸能人だったら誰ですか、そのまま東さん、いやなんで私昔好きだったのが、はい、昔好きだったのが、TBS のお天気予報の森田さんっていう、うん、あ、森田さん、あ、知ってます、森田さんって今多分一番偉いでしょ、ね、多分偉い人系で、ね、たまに出てくるよね、うんうん、あれ年上好み、年上結構好き、年上結構好き、年上ですよね、年上、うん、ケンちゃん、あよかったね、一応じゃあ、範囲の中に入ってるかもしれないね、うん、そうそう、ああいう、ああいう感じ、なんか真面目そうな、あ、そう、うん、人が好き、真面目そう、へえ、そうか、うん、頑張らなきゃね、お天気、気泡よ、あ、そう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 、森田さん、森田さん、おお、森田さん出てきた、うん、そうそうそう、昔なんかね、森田さんがそう1号の天気予報士になった時、私なんか録画してましたもん、そうなんだそう、森田さんのお天気予報を録画して見てたの、確かになんか、うん、真面目で優しそうだよね、そう、真面目で優しそう、なんか踏み外さなそうだよね、そう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 、うん、やっぱり男は踏み外しちゃいけないね、うんうん、そう、やっぱり食も大事だから、やっぱりこう、うん、女の人に食べさせてもらえるような人だとちょっとね困っちゃうから、うん、そうか、我々はちょっと大変かな、大丈夫、うん、ミュージシャンはさ、うん、なかなか、ね、そういう人結構いるじゃないですか、知り合いにやっぱりミュージシャンはね、うん、でもさ、なんていうのかな、ジャズやってる人と演歌やってる人、うん、これイメージなんだけど、演歌って言うとなんか北のイメージしない、うん、それでなんか苦労してる感じしない、うん、でなんかちょっとモテない、モテない人間がちょっとね、ちょっとどうしたらいいの、悲しい、
でもジャズやってる人っていうのは多分高学歴、多分偏見かもしれないけど高学歴で、だからまた例えばほら早稲田のジャズ研とか慶応のジャズ研とか、だからなんか早稲田の演歌研とか慶応の演歌研とかあんま聞かないよね。もしかして俺がジャズでヨッピーが演歌でしょってなんか言いたそうな感じそんなことはないけど、でもなんかジャズやってる人ってね、なんかリッチっぽいんだよね。確かになんか、そうね、見た目も、ちょっとニューヨーク行ってやってくるとかさ、演歌の人でなかなかニューヨーク行ってやってくるっていうね、もう北千住で流しやってるみたいな雰囲気だからね。なかったね、うん、ここちょっと待ってよ、そろそろじゃあ2曲目歌ってもらうか。2曲目ね、2曲目は2曲目ちょっと難しいんです。何、あれ、なんだっけ、夢で大滝さんか、大滝さんってお亡くなりになってるんだよね、そうです、知らない、あの昔ね、ハッピーエンドっていうね、40年ぐらい前にね、ハッピーエンドっていう番組をね、細野さん、細野高山さんと松本隆さんかなってやってて、もう当時あのそのデビュー当時のレコードで聴いてるんだけど、音が全然違ってすごい完成度が高くてすごいなっていう。だからで今シティポップっていうのがまた流行ってきてるじゃないですか、はい、もうあの大竹英一さん、ロングバケーション、ね、もうシティポップのもういわゆるもう何たるもん、もう中心的な感じであの辺があるからシティポップっていうんじゃない、やってみようか、なんだかんだ言わないでね、はい、どうやってやるんだっけ、思い出した、いくよ、し会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、あなたは私から遠く離れているけど、会いたくなったらまぶたを閉じる、会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、薄紫色した概念に落ち込む私は、駆け出してあなたを探してる、夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、春風そよそよ右の頬をなで、あなたは私の元へ駆けてくる、夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、今も私枕を抱えて眠っているの、もしも会えたなら、その時は力いっぱい私を抱きしめてね、お願い、夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、
はい、2曲目終わりましたね。シティポップ、今これからね、はい、どん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 、流行っていくだろう、うん、シティポップのね、中の大竹栄一さん。前ね、恵子ちゃんね、ありがとうございます。ライブやってる、ライブやってるプロですよ、プロの女性ですからね、頑張ってね、ね、我々ね、もう後ろでご一緒させていただけるだけでね、光栄でございますよ。ほんとあれだね、オリジナルとかもやりたいね、うん、今日はあれだけどね、オリジナルもあれ、ゆうただよね、うん、ありがとうございます。さよなら、いつもね、バックでかけてもらってるんですけど、そう、あれをね、もっと売り出したいですね、うん、あの曲、うん、ね、うん、曲は、うん、次回はね、いつもかかってるからね、今日はあの曲の準備はないんだけどね、うん、次回ね、ギタリストのあのヨッピーさんもいらっしゃるところですしね、今日なんかギタリスト遠くないですかえ、ヨッピーさんギタリストでしょ、うん、今ギタリストって聞こえんだけど、笑い入りましたよもうあのちゃんと分かってますからね、スタッフの方も、しっかりちゃんと笑いを入れていただきましたけどね、うん、ギタリストのヨッピーさんね、音がちっちゃいんじゃない、ギタリスト、こっちの音の方がでかい、私はですよ、あのギタリストじゃないですからね私はプロデューサーですからね、どっちかっていうとイベント企画する方でギターはあんまり弾けないですよ、はい、どっちかっていうと、さっき教えてくれたじゃないですか、何をおっしゃいます、やっぱりギタリストのヨッピーさんで、ね、ギタリスト、じゃああとはそっか、さっきも言ったけど今年の抱負、うんうんうん、けいこちゃんの今年の抱負はね、そうですね、今年の抱負は、うん、まずはやっぱりオリジナル曲を増やす、うん、作ることに、今作詞と、はい、メロディー考えてるやつが今1曲スタートしていて、うん、であとはライブをやる、だから、うんうん、最終目標はオリジナルのライブをやりたい、オリジナルだけでしょうか、ね、それいいね、そうそう、何年かかかるかと思いますが、うんうんうん、そう、それが一番目標で、あとは、セッション、うん、ホストもちょっとやり始めてるので、今ちゃんとさよならかけてくれてるよ、 ありがとうございます、うん、ね、さすが、さすがだね、うん、そう、はい、オリジナルね、うん、オリジナルね、うん、やってホストをやって、うん、そう、セッションとかでもオリジナルがかけられ、やってもらえるようになったらすごい嬉しいですよね。あ、でもあれでしょ、うん、ダムだかなんだかね、カラオケに入ってるんだよね、ジョイサウンドに入ってるんで、入ってる、そう、ね、見つけた、ね、見つけてくれましたよね、うん、歌いました、歌いましたよ、もちろん、ここでさよなら、アルファベットさよなら、歌いました、もうぜひね、ジョイサウンドでね、さよなら、アルファベットでさよなら、うん、芸名は何、芸名は、K-CO で、 K-CO か、はい、K-CO か、ケイコね、はい、はさすがだな、なんかね、嬉しかった、見た時、ちょっとそれ今度動画アップしてください、歌ってる時の、あ、オッケーオッケー、ね、動画はダメ、歌今度ねまたやるときね、わかりました、ヨッピーさんのカラオケで、この間のは、うん、動画撮ってないですけど、うん、今度歌った時に、けいこちゃんの今年の抱負は、うん、もうそうやってライブ活動とかそれからオリジナルとかを充実させて、はい、うん、どん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 音楽活動で、うん、ボーカリストとして、なんか最近イベンターって思われてると思うんですけど、イベントばっかりやる、私です、イベンターはね、うん、なんだけど私ボーカリストなんで、一応、ね、私は後ろでじゃあイベンターでやりますんでね、うん、じゃあもう今回は、はい、今年はね、ガン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 ボーカリストとしてね、昔インベーダーってのありましたね、なんかそれ喫茶店で、喫茶店、じゃああんまり視聴者の方聞きたくないと思いますけ ど、ね、ギタリストのヨッピーさんの抱負は、なんかね、ツーショット写真数多く撮ること、うん、あ、いやいやいや、あれね、有名なチャンスね、コレクションをね、ツーショットコレクション、いやいや、そんなことないんですけど、うん、ね、一緒に撮っていただきたいっていう、うん、ギタリストモテますもんね、やっぱりね、さすがにね、もう羨ましいぐらいモテますよね、ギタリストね、ギタリストはね、ギタリストはね、え、笑いまた入れられちゃうよ、ギタリスト、今年は、うんうん、まずはあれですね、健康ですね、うん、健康か、まずは健康、そうだね、やっぱりね、多分見てる方ね、うん、あいつ何者なんだと思ってるやつ、いや、ギタリストのヨッピーさんですね、うん、有名なね、うん、一応61歳なんですね、何そんなんなんだ、61なんですよ、僕60過ぎてるの、うん、言えない、で去年ちょっとね、うん、食生活と、うん、それから運動もちょこっとね、うん、やったんですけど、やっぱりね、
まずストレッチ、うん、それからウォーキング、うん、ウォーキング1日2万歩ぐらいの、うん、すごい、いや2万歩、うん、全然平気ですね、うん、2万歩って10キロあるよね、うん、いやー10キロじゃ効かないんじゃないかな、僕の間歩幅測ったら足短いから60センチだったんだよねだから2万歩だったら多分12キロなんだけど、ピー足長いから持っていくか、あ、うん、そうですね、背も高いし足が高い、まあ、まずは健康で、うん、やっぱり音楽活動も充実はね、まあ、監督だってね、素人ですからあれですけど、え、なギタリストのヨッピーさんと、ギタリストヨッピーさん、ギタリストいやー、もうなんか次会った時言われた、あ今太鼓入ったもん、ドドンって、ドドンってもうちゃんとお分かりになってるよね、大丈夫かよ、笑い入りましたよね、はい、いいね、でもライブ本当にすごいやってますよね、去年何本やってる、去年、うん、去年は40本はやったんじゃないですかね。すごいね。ちょっとね、あの、ま、あの、いろいろね、うん、あの、お話もありましたけど、やっぱりある程度、あの、余裕を持ってやらないと、うん、あの、その時は一生懸命やってるんですよ、うん、なんかやっぱりね、やっつけになっちゃうような感覚もね、ちょっとあるから、そうですね、今度あの3月にね、はい、私のイベントでね、はい、ギタリスト、メインギタリストでね、やってもらうから、その時はね、もうバッチリ、あの、やっていただきたいなと、はい、お客さんもたくさん来ますしね、あ、もちろんね、あの、けいこさんの歌もありますんでね、はい、はい、ぜひね、じゃあ今年はちょっと本数抑えめ で、ね、クオリティを高くいくって感じですか、はい、そうですね、うんうん、で今んとこそのジュリーのバックバンド、うん、あ、ジュリーか、それからビートルズの、うん、ビートルズね、これはもうメインでね、やってますけど、うん、メクちゃんともよくやってましたね、そうですね、私、あ、お会いしたことある、できれば、うん、女性な方をボーカルに据えて、うん、やっぱりそちらですか、ね、うん、こういう感じですか、挟ん で美女を挟んで、やっぱり美女、恵子さんクラス、うんうん、やっぱり最低 ね、やっぱりそうそう、うん、ですよね、やっぱり女性はね、うん、まあ、そう、あ、でもこういう感じで絵面いいかもしれないですよ、ギタ、うんうん、リストだからあの我々みたいなさ、これなんかあれだと、その真ん中の美女が目立つじゃないですか。そうですね。うん、あんな奴らが脇で入れるんだったら、まあ、俺なんかだったらってみんな思ってるかもしれない。なんでずるいよずるいよって思われてるよ。本当ですよね。俺の抱負聞いてくんないの？ああ。しげじさんの抱負をお願いします。私の抱負聞いてくれるやっと。うん、やっと。ああ、何がいいかな。今年ね、やっぱりあ、今年作曲しようかな。お、あ、あの歌もあるじゃないですか。あ、そうそう、あるんだけどね、なかなか、はい、そうだ、持ってる曲をレコーディングするか。あ、そうですね。僕もね、あの、僕行く前に、僕もね、ちょっとね、聞いてください。いいよ。感じじゃないですか、これ。これ聞いたから。なんだっけな、これ。いや、ないですよ、ないです。ないです。あのね、ビートルズのジョージって、これ、下がっていくんですよ。こういう、フラットずつ下がっていくのが好きで。ギタリストじゃない私でも、今多分、こう、でしょ？一回でもう。メロディーがね、あ、いいね、いいね。かっこいい、かっこいい。あと、そっか、じゃあそれに塩乗せればいいの。じゃあまだあれね、インストで作って、うんうん、で後からね、塩乗せればいいかな。だから僕もね、ちょこっとそれやって、うんだね、うん、びっくりさせようかなみたいな、うんうんうん、いいね、かっこいい曲です。で、僕がで、僕がだからちょっと音楽活動ね、3分遅れで音楽活動ちょっとちゃんとやろうかなと、うん、で、今やってるのがBB ブラザーズっていう、どっかで聞いたことあるようなバンドだけど、兄弟3人いましてね、兄弟3人メインで後ろプロで固めてもらって、BB ブラザーズっていうねバンドやってるんで、これもライブ活動始まりますね。それからあとは、恵子さんともやってますけど、その女性デュオキックス、それから今度はあのキーボードの男性カズンさんっていう男性と2人で、はいはいはい、男性コーラスのユニットをやろうかな。だからどちらかっていうとアンプラグド、うん、静かな感じでね、爆音はもうねダメなんですよ、うん、
静かな感じでね、うん、できる、うんうんうん、ちょっと聞いていただけるような、ざわついちゃうような感じのをやりたいなと。で、今年の抱負はそんな感じですね。あとはまあ、はい、ありがとうございます。恵子ちゃんみたいなあの美しい方のねバックでね演奏できればいいかなということでね。3曲目なんかやりますか。3曲目やりますか、うん、あ、3曲目や、うん、あれだよ、デスペ、デスペが、これ曲いいよね。今ね9時40分だから、うん、そうだね、これでラストかな。デスペラード、うん、デイドリームでもいいです。どっちがいいか、デイドリームにする、明るくしよう。じゃあデイドリームにしよう。オッケーオッケーオッケー、じゃあデイドリームにしよう、ね、うん、よし、オッケーオッケー。さっき一生懸命ヨッピーさんがやってくれたけど、ね、デイドリームか、デイドリームで明るく、今年の、ね、初ですから ね、うん、ちょっと明るく、ね、2回目あったらあのデスペラードちょっと今度、そうだ ね、 ね、そうだね、やる感じで。この曲すごくね、多分恵子ちゃん合ってると思う。本当に、うん、準備できてます、チューニング合ってます、さっき合わせました俺と、俺と合ってるのかな、大丈夫かな、これいきますよ、はい、もう今は彼女はどこにもいない、朝早く目覚ましが鳴っても遠い雲、彼女と暮らしてきたよ、喧嘩したり仲直りしたり、
ずっと夢を見て幸せだったな僕は。うん、そうか。でも彼女はクイーン、やっぱり彼女がいないとダメだな。お母さんのこと言ってるの？そう、お母さんのことをね、岩野清志郎の、歌詞を日本語で作ったんですけど、お母さんには実際に会ったことがないらしいんですよ、岩野清志郎って。それをね、思って作った作詞をしたという。でそうこう言ってるうちにもうそろそろ時間だな、あと5分前です。あと5分ですね。あと5分か、うん、あーよかった、あの黒歴史にならない、ね、放送事故もなくね、なんだろう、動画なくてやっても、うんね、なんとかね、うん、よかった、よかった、いけた、よかった。今日はもうギタリストのヨッピーさんに来てくれて、ヨッピーさんのおかげで、次出なかったあのギタリストどこ行ったって言われたりして、だから次出たらなんかモザイクかかって誰だか分かんない、やっぱヨッピーさんは、ヨッピーさんは3なんだね。家にはなれないね。なれない。3って何、どういうこと？3枚目とかよく3ページとか、3枚目、1枚目、2枚目、3枚目、分かった、納得し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 た、すぐ言われてるから3ですぐ分かった、そう、3って言うんだよね。長島も好きだったから、そうだね、あ、いいね、3ね、これは広岡だな、広岡、古い、広岡って広島の人ですか？違う、違う、違う、巨人で、巨人三塁が長嶋選手、ショートが広岡、セカンドが土井っていうのをね、やってたんですよ。2番だったね。そう、だから俺は宮さんでしょ、俺はやっぱり2枚目。2枚目で。どう考えてもね。2枚目で。申し訳ないね。それと今年 2.5 ぐらいで、2.5 半ぐらいで。0.5 ね、0.5 ぐらいアップ、昇格して、昇格を目指して頑張りましょう。あれ、1枚目って何かあるんでしたっけ、それは。1枚目は何だろう。1枚目は何かありましたっけ。1枚目って言わないね。言わないでしょ、3枚目だね。1枚目。なんで2枚目って言うんだろう。なんでだろう。1枚目どこ行っちゃったんだろう。あの、2枚目、2枚目、2枚目。調べてみよう、あとで。多分意味な語源は絶対あるね。あるでしょうね。まあ。歌舞伎とかかな、なんだろうね。3だね。どうしても3だね。周りはでも3の方が多いんじゃない。やっぱり2より3、やっぱさ、率で言ったらさ。そっちが多くないとね。3の方が多いよね、でもね、モテるのは3の方がモテるんだ。女の子ほら。なんか楽しいし、そうそう、やっぱり緊張しないし気が楽だし安心して会えるっていう、だからやっぱりね、あの芸人さんとか結構ね、モテてるよね。安心のヨッピー、安心のヨッピー、安心が売りのヨッピーさんで、なんかあの、引っ越し屋さんみたい、こっちか。いやでも確かにね、私も2枚目ってなんか絶対浮気しそうだなと思って。結局そうなんだよ、離婚したくなかったら、離婚したくなかったらモテない男だね。モテない男。でも3枚目モテちゃうかな、最近はな。ね、可愛いとね、モテる。だからね、モテる、可愛いキャラ。モテる人と結婚したい場合は、もう、目をつぶって見ない。だから、あの、携帯とか絶対見ちゃダメよ。携帯見る場合はもう大体無理だね。携帯ポンと置いたって、もう絶対に、もう見向きもしないっていう、そういうパターンだと長続きするね。あれですね、しげさんの願望も入ってますよ。え、俺と付き合うんだったら、俺なんか全然平気だよ。スマホ見るんじゃねえ。全然違う。だってもう、何、暗号じゃないけど、開くやつ、誰にでも教えちゃう。あ、そう、私さっき教えてもらっちゃった。ダメだよ。放送禁止だね。で、そうだね。あ、でもまあ、別にそれを知ったからって、別にそれを見る人はいないな。これも見られても大丈夫ですか？大丈夫ですか？まだ2ショットばっかじゃなきゃ見ないから。いいよね、2ショットね。2ショットコレクションだね。2ショットコレクション、今年も増えていきます。でもなんかバックにいい曲かかってるね。ありがとうございます。私のさよならが聞こえてる？聞こえてる、聞こえてる。もうだって終わりだよ。こんな楽しい時間終わっちゃう。あっという間なんですね。多分このね、今日は視聴率高いよ。本当かな？このすごく楽しそうにやってるじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもうね、あれだよ、もしかしたらまたそのファンが増えて、そのあれになる、またありがとう、みやちゃんの第2号ちゃんと、このあの、あれなんだっけ、みやちゃん、あ、壁ドン、違うよ、その協力者、あ、スポンサーね、増えると嬉しいです。ぜひね、スポンサーお待ちしてますんでね。今日あのフェイスブックでライブ配信してて、あのスターくれた方がいたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、ミノルさん、ありがとうございます。ナカチ、ナカチ、ありがとうございます。ナカチが、ありがとうございます。ありがとうございます。
さんたちね、ローカルですよね、うん、22日にまたね、お会いしましょう。音楽仲間ですからね、あそこはケイコちゃんのイベントだね、いや、一緒です、一緒です、一言じゃない。私プロデュースですから、ケイコちゃんの人気、シゲジさん、いや、ケイコちゃんの人気でやっぱりちょっとね、ギタリストもいますから、ギタリストもいるの、ギタリストもヨッピーさんも来てくれるんで、はい、3人揃ってるんで、22日あの、なりますのヒートアップにお越しください、皆さんありがとうございます。はい、今日はもうすぐ終わりですよ、ね、うん、無事でよかった、また来てくださいね。放送禁止用語大丈夫だったね今日ね、うん、言わなかったよね、放送禁止用語はね、うん、よかった、あ、うん、最後のラストソングかかっちゃいましたね、楽しかったです、ね、楽しかったです、はい、今日はありがとうございました。もう、はい、私はね、また呼んでいただけそうな気がする。ヨッピーさんも呼びます。ギタリストのヨッピーさんどうですか。ヨッピーさんももちろん呼びますね。あいついらないから、いらないから大丈夫。このメンバーでね、やりましょうね、3人で。うそう、金ちゃんは今日痛風で来られなかったので、いずれ金ちゃんもあの元気になったら4人でやりましょう。ヨッピーじゃねえや、ニッシーは危ないかもしれない。ニッシーってね、仲間がいるんですけど、ちょっと危険な、うん、あの発言しそうな感じでね。爆弾。いけないね、そういうことで。悪気はないですよ、悪気はないですから。いいやつです、すごくいいやつです、うん、はい。でもちょっと危ないかな。うんうん、ね、そういう話だね、うん、こういう生放送だとね。はい、今日ね、はい、また7秒前、ね、はい、ありがとうございました。また2週間後の9時からお待ちし、はい、あの放送しますね、よろしくお願いします。